Sporto. こんばんは。この時間は FIFA U17 ワールドカップナイジェリア2009グループ B 日本対メキシコの一戦を生中継でお送りいたします。2戦連続で1点差の負けという非常に悔しい負け方をしてきた日本、初戦のブラジル戦は追う展開、そして第2戦はというとスイス2点を先制しながらの逆転負けという負け方を喫してしまいました。2試合合計で5得点というこの得点力があるだけに、今日の試合なんとかゴールを重ねて勝ち点3を取ってもらいたいというところではありますが、ここで順位表もご覧いただきましょう。こちら日本の所属しているグループ B の順位表なんですが、現在はスイスが1位、そしてブラジル、メキシコ、日本という形で順位が続いています。今日対戦するのは第2戦でブラジルに1対0で勝利したメキシコとの一戦という形となります。それではキックオフの時間が近づいてまいりました。本日の試合に参りましょう。 FIFA U17 ワールドカップナイジェリア2009グループ B 日本対メキシコ、ラゴスにありますテスリブバログンスタジアムです。ちょうど今 FIFA が旗、フェアプレー旗、そして両チームの選手たちが入場です。グループの3戦目です。直前の試合、ブラジルを下したメキシコ、一方日本、ここ2試合素晴らしい内容ですが惜敗続き、まだ勝ち点がありません。日本は勝つしかないこのゲームです。気温31度、ラゴス場内は国歌です。ヤングジャパン運命の3戦目、日本対メキシコです。今日本の国歌、続いてメキシコです。Yo soy un extraño enemigo
profanai con sus plantas tu suelo. Pienso patria querida del cielo, un soldado en cada hijo de Dios, un soldado en cada hijo de Dios. México. テレビご覧の皆さん、若き日本のイレブンに力を。アンダーセブンティーンワールドカップ、この後いよいよキックオフです。握手、ペナントの交換。メキシコはブラジル相手に1勝を挙げています。しかし日本は結果的には1勝もまだこの2戦で挙げられていません。3戦目、とにかく勝つしかありません。勝った上で同時進行のスイス・ブラジル戦の結果待ち。さあ、この大切な3戦目、プラチナ世代と言われます17歳以下の日本代表、今日のメンバー、ゴールキーパーが渡辺康弘に代わっています。それから高野浩二、背番号6、初スタメン、初登場となっています。前線は宇佐美に杉本という、こんな組み合わせになるようです。宮吉はベンチスタート。ついこの間スイス戦序盤の2ゴール上げた宮吉ですが、今日はベンチスタートという判断にまた池内豊監督なっています。上下ブルーのいでたち。一方メキシコのメンバーです。メキシコは2大会前の優勝チームです。もちろんメンバーは入れ替わっています。ただ2戦目ブラジルに勝った時とほぼ同じメンバーです。ゴールキーパーホセロドリゲスです。そして前線は10番のマニョンと15番、184センチのギジェルモ・マドリガルという、こんな組み合わせになっています。率いるのはホセ・ルイス・ゴンサレス監督です。今日の審判団、主審副審はフランスのセット。主審がステファン・ラドマさん40歳、2006年から FIFA の国際主審です。副審がエリック・ダンソーさんとローラン・ウーゴさん。第4の審判はニュージーランドのマイケル・ヘスターさんです。こちらが池内豊監督、元日本代表ディフェンダーです。およそ2年半にわたってこの世代がアンダー15、アンダー15の代表の時からじっくりじっくりと育成、そして指導してきました。今日でチャレンジが終わるのか、それとも望みがつながるのか。さあメキシコも全員がこの激しいエンジンです。メキシコを率いるのがホセルイス・ゴンサレス監督です。ゴンサレス・シーナという呼ばれ方をすることが多いようです。こちらが両チームの控えのメンバーです。メキシコは19番のマルティン・ポンセが初戦のレッドカードの影響で今日も出場停止です。人工芝のピッチの上ボールをセット。さあ勝つしかない日本のイレブン、相手はメキシコ。解説山口元博さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあまずとにかく勝つしかないわけですね。はい、非常に厳しい状況ですけれども、逆に個人としてもチームとしても、一つ上に行くいいチャンスなんじゃないかなと思いますね。そして思い起こせば山口さん、はい、せっかくどちらも負けたとはいえいい内容をしてるわけですよ。はい、そこをどう受け止めるかですね、自分たちがね。はいはい、いいゲームはしてますけれども、結局のところ勝ちはゼロですから、ただこの試合で勝てばもう可能性ありますからね。そうですね、それ相手もそうですから、はい、そういった厳しい状況の中でどういったプレーをできるかっていうのがね、個人としてもチームとしても楽しみですよね。帝国まであと30秒ほど。2009年10月30日金曜日夜の7時キックオフ予定のゲームです。主審は今こちら少しスキップをしましたフランス人のステファン・ラドワ主審です。日本との時差が8時間です。このプラチナ世代と言われます17歳以下の日本代表、世界大会進出を2大会連続で果たしています。審判団改めてご覧いただいています。ステファン・ラノワさんが今日の主審、フランスの審判団です。湿度が 58%、 気温31度、日
日が落ちて随分経つのにかなり今日も蒸し暑い状況です。ただ3日前のスイスに最後逆転負けを喫したあの時に比べれば暑さは幾分マシかもしれません。さあ運命のキックオフです。プラチナセバイ第3戦です。冒険は今日で終わってしまうのか、それとも今日勝ってそして運も味方してこの先の戦いにつなげられるのか。解説山口元博さんでゲーム終了までお伝えします。さあブルーのユニフォーム日本、この戦いゲームの中で山口さん大事なことってまず何でしょうか。まあ、やはりチームとしてねこういう状況でどういったプレーを判断できるか、はい、まあ、そういったところでしょうね。チームとして、はいはいはい、まあ、やはりこのゲームはね、まあ、何度も言いますように勝たなきゃいけませんから、はい、まあ、そういう勝ちにこだわったね、プレー勝ちにこだわったの選択っていうのをねどっかでしてほしいですよね。宇佐美はさばく、ここからシュートに持ち込む、胸で弾いた、詰めるプレイヤーもおりませんでした。今の判断は岡本拓也、今日そうなんですね、広木ではなくて岡本そして高野が起用されてこれ組み合わせがどうかと思われたんですが、はい、やはりこの浦和レッズユースの岡本拓也サイドでの起用のようですね。そうですね、はい、このあたりもねいろいろまあ監督も含めカンポス中へヘディングは前には送れません。白のユニフォームにグリーンのパンツメキシコ、小柄ですが一人ターゲットに高い選手がいます。池内監督もその辺本当に微妙なね現場でないと分からないその選手の顔色であったり目の輝きだったりいろんなことを考えて、もう本当にそういったおそらくちょっとしたところがね、はい、ゲームの勝敗に左右すると思うんですよね。日本のメンバーです。ゴールキーパーは今日は神田ではなく渡辺康弘がこの大会初めて起用されました。ちょうど今キックをした映像をご覧いただきました。4バックと思われます。右に松原健、それから中央がキャプテン内田達也と高野浩二が大会初起用、そして岡本拓也は左に回っているようです。堀米、柴崎、小島修と高木義明、そして宇佐美隆キープレイヤー、ガンバのプロのプレイヤー、そしてターゲットになります長身の杉本健雄、こんなメンバー構成。3日前のスイス戦2ゴールの宮吉匠はベンチスタートです。メキシコのメンバー、ゴールキーパーホセ・ロドリゲス、イバニエス、アルバレスキャプテン、レジェス、ベラ、コロナード、バスルトはブラジル戦ゴールを挙げた男、カンポス今ちょうどドリブルをしています。コルデロ、マニョンとマドリガルという前線の組み合わせ。メキシコ白のユニフォーム、グリーンのパンツ、積極的にここも11番のヒル・コルデロがシュートを打っていきます。基本的には右あるいは左のワイドのプレイヤーです。またメキシコが山口さんフル代表もそうなんですが、はい、一応のポジションの割り当てはあって も自由自在なんですね。いや本当そのあたりはね、フル代表も一緒ですよ ね、 そうですね、この年代もね、はい、またこう小柄だけれどもテクニックもあるしテクニックだけでもないというあたり、いやそれはもう本当ね、メキシコのサッカーというような感じですよね、はい、現にこの同じユース世代17歳以下の世代でもいろいろな大会で今年2戦日本とメキシコはやってるんですが2回ともメキシコが勝っています。今日この肝心な舞台で日本勝てるか。堀米コーナーキック狙いすました。人工芝のピッチの上です。高木義明が去ります。まあ、でも山口さん、はい、日本の選手たちはこの人工芝はむしろ慣れてるんじゃないでしょうか。いや本当慣れてますよね、日本でもね各地でこういった人工芝ありますし、この年代の選手は本当に人工芝でやってる回数の方が多いぐらいじゃないですかね、はい、例えば今競った高木義明、野球解説者の高木豊さんの次男なんですけれども、はい、高木義明選手なんかもベルディユースですが、ベルディユースなんかもねユースの練習もちろん天然芝もありますが人工芝でやることもあるわけですから、各クラブそういう意味では日本がアドバンテージあるかもしれません。さてドリブル持ち込むカルロス・カンポス、戻したボールはエリック・ベラです。ビクトル・マニョン、今シュートを放ったこのビクトル・マニョンはクラブワールドカップなどでもおなじみの名門パチューカに所属しているプレーヤー、すでにですからトップその一番上のクラスのプレーを経験している数少ないメンバーの一人です。今回日本は宇佐美隆、ガンバのトップ契約です。出番こそ、ね、それほどありませんけれども、はい、思えばかつて中田英寿だとかいろいろなその選手たちがこのアンダーセブンティーンの世代からフル代表へと羽ばたいていきましたけども、彼らの中にプロ選手は当時はいなかったわけですから、そうですよね、はい、そう考えると日本のサッカーもちょっとずつちょっとずつ前進をしているのかもしれません。さあそれにしても山口さん、はい、勝たなくてはいけない今日の日本のシチュエーション、選手たちのプレッシャーってのはどんなもんでしょうか。いやちょっと、ね、今立ち上がりなんですけれども、柴崎ややこう動きが硬いのか、それとも、はい、
まあ、3試合目ということでね、コンディション面でどうなのか、このボールに対してこう一歩、二歩がややちょっと遅いですよね、反応がね。そうですか、はい、その辺はその今までの対戦相手、日本はブラジル戦、スイス戦とやってきています、そのどれとも違う、これは渡辺が抑えます、今日はキーパー、神田から渡辺に代わっています、堀米がさばこうとします、日本ボールです。そうですか、その1歩2歩がちょっと遅いという、ね、ちょっとしたところなんですけれども、それはあのメキシコのテンションが高いからそう映るのかどうかなんですけれども、今日のシチュエーション、日本は再三ご紹介している通り、はい、まず勝って、しかも同時進行のスイスブラジル戦の結果待ちで勝ち抜けが決められるという状況です。また細かいことはその状況になったら改めてお伝えしようと思いますが、すね、はい、一方のメキシコはすでに3日前のブラジル戦なんと勝っていますので、今日このゲーム勝てば勝ち抜けが決まります。ですからその意味では確かには山口さんおっしゃる通り、メキシコもメキシコでテンションは高いと、もうかなり高いと思いますね、はい、こう立ち上がり見てますね。確かにそうですね、はい、はい、またブラジルに勝った初戦スイス戦は相手の高さ、日本も苦しめられたあのフィジカル高さの前に序盤いきなりセットプレーとそれからフリーキックで2失点を喫しました、はい、特に2点目はコーナーキックのパンチングをゴールキーパーのホセ・ロドリゲスのオンゴールという形になってかなり落ち込んだそうです。そうでしょうね、はい、この年代はね、そういったあのワンプレー、また1試合でねコロッと変わりますからね。だから落ち込んでいたのは神田だけではないんです。もちろんそうですよ、はい。さあ逆サイド、ここは日本気が抜けないチャンスにな、相手のチャンスになっています。カンポス逆に送る。とにかく日本のセンターバック、それからサイドバックは高さはありません。この辺りもね、今の小島の潰し、そうですよね、抜かれてしまいます。おっと、これはプレーオンです。ヘディング、危ないですね、これは危なかった。日本ビクトルマニョン、もともとは山口さん、はい、あの中盤ボランチの位置の小島が潰しきれなかった、うん、それをスルスルこうやって抜けられた、はい、最後ビクトルマニョン、いやこれ今右サイドから上げられましたけど、その前も左サイドから上げられましたけどもね、はい、いやちょっと無抵抗かなという感じしますよね。それを無抵抗ではなくするためにはどの辺がまず鍵になるんでしょうか。そうすると、いやだからこのシチュエーションをよく考えた方がいいと思いますよね。やっぱり負けたら、はい、ダメですから、はいはい、そうするとワンプレーだと思うんですよね、リスクマネージメントから入った方がいいと、はい、トップには今日は長身の杉本健雄、あえて3日前 の, そのスイス戦の時に2ゴールを立て続けに挙げた、それからの FIFA のオフィシャル媒体のインタビューにも抜擢された宮吉を先発起用はいたしませんでした。池内監督、宇佐美、高木義明、杉本を超える堀米、枠には飛ばせませんでした。甲府ユースの堀米優希です。この人もちょっとこの間のスイス戦の時にはギャップに飛び込む動きがあと一歩しきれなかったという、そうですね、自分自身でそのスイス戦のことを振り返ってコメントをしていました。逆に言えばそれが持ち味なわけですが、そして本人もそのことをよく分かっているはずです。自分のチーム甲府ユースでは比較的真ん中をやることが多いプレイヤーですが、この日本代表ではサイドプレイヤーとしてその輝きを放っています。今のファウルシーン潰しに行ったのはガンバユースの内田達也キャプテンです。この背番号5番が内田達也、とにかく泥臭い勝利でもいいから勝つことが大切なんだとコメントをする頼もしいキャプテンです。そして得点力という部分でもウズベキスタンで行われたこの世界大会に出るためのアジアの予選に当たる大会でも3ゴールを挙げているのがこのキャプテン内田達也です。ガンバ大阪のユース所属、前線にはトップチームと契約をしている宇佐美貴史がいます。ガンバユースもこうやってユースの日本代表にも次々人材を送ってるわけですね。いや本当そうですね、宮本であったりあるいは稲本であったり、次々とそんな人材。さて立ち上がりの9分経過0対0、お伝えしている通り日本はこのゲーム勝たないと次のラウンドベスト16に進めません。24の国と地域、各大陸の上位予選を突破したチームがこの大会に駒を進めることができます。ナイジェリア各地での大会です。ちょっとここ今内田の対応、堀米が拾います。宇佐美が引きつける、パスを受ける、こっからだ。さあ杉本と向こう側高木が全速力、高木につける、抜ける、あと一歩。そしてオフサイドでフラッグも上がっていました。
ただこういうアクション自体がいいんじゃないでしょうか。いや本当そうでしょうね。この一つの形でしょうね。やはりあの、はい、宇佐美選手が中途半端な、ね、位置でもらってスピードアップしますよね。相手にとってどう寄せていいものかわからない位置の、はい、ポジティブな意味での中途半端な位置、まさに日本の味方でないとわからない間合いで宇佐美がいい形で受けられると。そうですね、まあそこで受けるためにはやはりその後ろのやはり、はい、2人のボランチでしょうね、はい、この2人がいかにこうゲームを作れるかというのは非常に重要になってきますよ。高校のチームで活躍をする2人、柴崎岳と小島修斗、はい、柴崎は青森山田高校、そして小島修斗は前橋育英高校、つまり山口元博さんの後輩です。修斗はビクトルマニョン、やはりこの人が存在感を放っています。身長は1メートル73しかありません。日本のその小柄なプレイヤーと体格では対等です。ただいろいろ山口さん、その高いレベルでプレーをした目に見えない経験というのは、そのこういう若い世代の選手たちをぐっとこうね胸をこう反らせて立派にするんですね。不思議と。いや本当にね、ある意味その1試合で変わりますからね、こういう年代というのはね。だからまあもう2試合もこなしてますし、はい、そうですね、それがガラッと変わるかっていうのは非常に楽しみですよ。今は中でさばいた堀米が散らして松原の上がり、その松原のスローイン、大分トリニータのアンダー18所属です。杉本健雄へコーナーキック、日本です。高さでは今日はほぼ対等です、日本とメキシコ。その意味では山口さん、はい、またコーナーのチャンスですけど、これ大事になってくるんじゃないでしょうか。こういうゲーム大事ですね、こういうセットプレー非常に大事になってきますね。精度のあるボールは日本蹴れます。ここも堀米が蹴ります、左足。ちょっとグラウンダー上がりきらなかった、狙い通りではなかったかもしれません。宇佐美、堀米、宇佐美へ、宇佐美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 、コーナーキック、もう一度宇佐美隆です。この間の山口さん、推薦はやはり後半の相手のパワープレーで押され始めてからちょっと消えてしまいましたね、この人が。そうですよね、まあいったね時間帯にどういったプレーできるかっていうのは、ゴールキックの判定でした。そうですね、あそこでですから踏ん張れるかどうかというのも、宇佐美の今後を占う上でも、彼自身のここから先への壁一つ越える意味でも大事になるのかもしれないですね。 そうでしょうね。それだけのこう頼りになる存在なわけですから、このメンバーの中では。先日のそのスイス戦では終盤にベンチに下がって味方とバトンタッチをした、そんな宇佐美隆でした。でも代わって入った選手がね、最後の一矢報いるゴールにつなげましたからね、はい、クロスボール、これはキーパー渡辺が抑えます。アルビレックス新潟ユースの渡辺康弘が今日キーパーです。こちらがアブラハム・コロナード、先ほどのもっと惜しかったシーン、日本からするとピンチのシーンなどもこの人が起点でした。杉本向こうに開いています。宇佐美へのリターンです。宇佐美、高木倒されて日本ボール、ベルディユースの高木義明です。ブラジル戦のあの同点ゴール、日本にとっての大会初ゴール、素晴らしかったですね。いや素晴らしかったですね、狙いすまして打ちましたからね。フリーでこぼれたボール、あれちょっとこうちょっとでも心にブレがあるとあれいかないんじゃないですか、まあ、よくね抑えましたよね、はいはい、本当にこれテレビご覧の皆様の想像以上に若き選手たちは痺れるシチュエーションでの戦いと思われます。宇佐美、杉本健雄、宇佐美隆、よく見てましたけどね。大会3試合目、中2日ペースで日本は痺れる戦いをしてきています。ここまでまだ2敗です。グループ4位最下位です。ただ得点5、失点も7と多いんですけど得点5が取れています。杉本残した、堀米、小島も高い位置です。あと柴崎、岡本今日は左のサイドに入っています。残念、つながりきりませんでした。ですから山口さん、テレビご覧の皆さんの想像以上に暑さプラス湿度もね、はい、じわじわと彼らにこうのしかかってきているのかもしれません。いや本当にね、見た目以上だと思いますよ。そして3試合目というね、はいはい、この状況、そして一番しびれるようなね、勝たなければいけないというねゲームですから、予想以上のプレッシャーかかっていると思いますけど、これを乗り越えてほしいんですよね。超えた先に輝かしい宝物にたどり着けるわけですから、
かつて山口元博さんは98年日本代表が初めてワールドカップに行くフランスワールドカップへの戦い、まあ、あの時はセントラルではなくてホームアンダーウェイ、もっと厳しいある意味戦いだったわけですが、それをグループリーグをね、最終予選の本当に厳しい戦いを超えてあれを掴んだその中心メンバーの一人です。あの時はだから彼らよりもっと厳しかったわけですもんね、きっと。そうでしたね、あれはもうかれこれ12年近く前の話です。でも今ピッチ上で戦っている選手たちに話を聞くと、あれに子供の頃刺激を受けて、よし自分もと思ってサッカーにのめり込んだ、そんなプレイヤーもいるようですから。さて杉本、戻して小島です。宇佐美、松原、このコントロールさばいたんですが、あ、プレーオンだ。詰めれば日本逆にチャンスにできる。日本ボールのスローインです。こちらは左サイドに入っているエリック・ベラです。スローイン松原、柴崎が出したボール、最後方内田からもう一度、小島、宇佐美、杉本健雄、柴崎のシュート、杉本に当たってしまいました。もう一度柴崎、どうでしょう、少しずつね、硬さというものがちょっとほぐれてきましたかね。やはりそうですか、はい、ただあと一歩ちょっとずれるだけで、特に割と同タイプのメキシコの選手たちは日本のちょっとしたパスのずれ、長い連携のずれでもああやって邪魔をして足を出してそうですよ、ね、カットしてしまいますね、はい、だからそういった流れがこう1試合続いてね、おそらくこう行ったり来たりすると思うんですよね。あ、そうですか、はい。ここは今日チャンスをつかんだベルディユースの高野浩二の競り合いでした。背番号6高野も決して高さはありませんけれども、いい潰し屋として存在感を放っています。さてメキシコフリーキック、直接は狙わない、流す。さあ日本集中、ロングシュートは右サイドバックのセサル・イバニェスです。メキシコの今日のスターティングラインナップのメンバーは1人がアメリカのリーグでプレーをしている以外は全員がメキシコの国内リーグ所属です。今回の登録21人のうちトップチームでプレーをしているのは2人だけというメキシコのメンバー構成です。それからの新潟の国際ユースで日本代表ともこの顔合わせがあったわけですけれども、その時に来ていたエースフォワードのマルティン・ガルバンは今回はメンバーにどういうわけか入っていません。キーパー渡辺、17分30秒になります。前半立たないと次へのチャンスが開けない、まだ勝ち点0の日本です。相手はメキシコ、前々回のチャンピオンチーム。ガンバの宇佐美、前橋育英高校の小島修斗、先日のスイス戦ではロスタイムのゴール。高木、柴崎、折り返した。ちょっと1枚でしたね、なんかね。あ、杉本だけではありました。あの辺りやはり宇佐美とかね、はいはい、飛び込んでってほしいんですけどね。もう一上げ、はい、まだ日本ボールです。さあそれができれば日本大チャンス。高木、当然世界大会です。どのチームも頂点を目指しています。楽な試合は何一つあるわけがありません。この辺のさばき、岡本です。高木、宇佐美、中に2人です。堀米も中に入っています。ペナルティーエリア、小島に戻します。最終ラインまで戻る。でもメキシコを追っかけてくる。さあ自分たちのやり方をもう貫くんだったらとことん行ってもらいましょう。小島から杉本へ、また山口さん、このラゴスの場内のお客さんというのが地元の、はい、いいサッカーをした方に味方するんですね。そうなんですよね、だから今のね、その日本の、非常にショートパスのところの部分ではね、非常に歓声も上がってますからね、はい、あとはだから選手たちが感じて、だったらもっと味方につけてプレーやりやすいようにしようなんて思えたら最高なんですが、そうですよね。逆にこの間のスイス戦の時には途中からスイスがいい流れで押せ押せどんどん点が入るもんですから、みんなスイスビッグにコロッとなっちゃったんですね。エ
リック・ベラがスローインです。そういえば2大会前のペルー大会2005年、あの時にはドスサントスですとか、あるいは同じ名字のベラといった中心選手が大活躍をして、決勝でブラジルを下してメキシコが世界チャンピオンに輝きました。ここは岡本が寄せ切れるかどうか、ペナルティーエリア内です。日本じわじわと攻められている。後ろからのシュートは枠に飛ばなくて助かりました。エリック・ベラのロングシュートです。確かにセンターバック、サイドバック、山口さん、日本のメンバー高さはありません、はい、でもそれは分かった上でこれに臨んでいるわけですから、まあ、そうですよ、はい、今更ね、高さがどうとかっていう問題ではないですからね、はい、ただその辺がスイス戦の時には高さもある、フィジカルも自分たちよりある、はい、と分かっているスイス相手に、どうなんでしょう、やり方を切り替えられなかった部分も大きかったかと思うんですが、スイス戦はもうそうですし、やはりその流れでしょうね、はい、そのゲームの流れをこう引き寄せる、まあ、パワーといいますかね、まあ、相手に飲み込まれたというね、はい、そういう感じはちょっとしましたよね、あの時間帯だけね。それにしても序盤は逆に日本がドーンと相手のその脆弱なセンターバックに放り込んで混乱を起こして、宮吉が立て続けの2ゴール、今日はもらった、勝ったと正直思ったんですが、なかなかやはり 2-0 というシチュエーションは往々にしてフットボールの世界では難しいんですね。そうなんですよね。そしてまあこの年代の選手というのはね、はい、ちょっとしたところでこうプレーの、まあ、質といいますかね、はい、それがちょっと変わってしまいますからね。柴崎から高木義明です。さあ高木、果敢にドリブルに行こうとしたところです。岡本も詰めます、小島も行きます、柴崎ももう一度行きます。ローは惜しんでいない日本の中盤です。とにかく日本は負けたら終わり、引き分けでもダメです。勝って初めて次へのチャンスが広がる。ただし同時進行のゲーム次第、スイス先制、同時進行のスイスブラジルはスイス先制、前半21分スイス先制です。ということは山口さん、はい、日本は勝てばチャンスかなり広がるわけですね。十分ありますよね、はい、細かい勝ち点関係はまた落ち着いたところで改めて整理しようと思います。いずれにしても日本にはその意味では運は向いている。あーっと、そうキーパー渡辺よくワンハンドしのいだ。これいや、このメキシコカンポスですかね、はい、抜け目ないですね。ちょっとキーパー位置に少し前がけになってましたからね、はい、まあ、ただ渡辺もよく反応しましたね。今日はキーパーアルビレックス新潟ユースの渡辺康弘です。さあ日本まだピンチは去っていません。コーナーキック、メキシコ、せっかく同時進行のゲームで追い風が吹いています。今主審のフランス人ラドワさんが競り合う両者の間に割って入って注意を与えます。さあ集中集中、日本まずはゼロでしのいで自分たちの攻撃へ。ヘッドでスラスル、抜け目ないメキシコの攻め、あとわずかメキシコ攻めきれませんでした。ビクトルマニョン最後ヘディング。本当に山口さん抜け目ないですね、彼らの攻めは。本当にペース的にはね、そうですよね、まあ、ただここよく体を寄せましたよ、はい。今最後小島が寄せていきました。クラブユースでプレーをする選手たちと高校のチームでプレーをする選手たち、くしくも日本のセントラルハーフ中盤の2人は高校でプレーをする2人です。青森山田の柴崎と前橋育英の小島修斗です。ただもう世代を重ねて、山口さん、この今ピッチ上で戦っている選手たち、どうなんでしょう、相手のプレイヤーに対して差というか動じるというか、そういうところはとりあえずないような気がするんですが。いや、ないですよね、はい、自分たち の, その、まあ、力もそうですし、サッカー自体も、ね、自信持ってやってると思いますよね、はい、だからあと一歩、とにかく勝利という結果が、だからこそこれ、はい、そ必要なのかなという気がするんですが、今日のこのゲームに向かうにあたって2戦目敗れた後の池内監督のコメント、いい時にいいサッカー、いい流れの時にいいサッカー、それは誰でもできると、はい、苦しい時にそれができるかどうかが勝負なんだという激しい言葉を選手たちに投げかけたそうです。そうだと思いますね。あとは気持ちだと言って胸をトントントンと叩いて選手たちに気合を入れたそうです。さあ日本チャンス、柴崎倒された。さあ高木渡る、ペナルティーエリア内、日本チャンス、シュート、リフレクション、打てるか打てるか、シュート、これも弾かれた。まだあるぞ日本。
メキシコのしぶとさですよね。確かにもうきっちりコースに入ってますよね。いやでもこれに負けたら世界にこの先はないんです。もうそうです。この上を行かないといけませんからね。ですね。そこかしこで即席の日本の旗も振られています。ナイジェリアのラゴス、テスリムバラグンスタジアムです。よくカットした日本、宇佐美のカットでした。そして宇佐美コントロール、宇佐美、杉本健雄、エリアから遠い堀米、ただもうディフェンスが下がってきている。堀米勝負、どっち、コーナーキック、堀米がそのまま持っていきます。レフティーの堀米勇気です。キーパーは身長1メートル80、ホセロドリゲス。5歳の時からキーパーを志して今に至るそうです。日本3本目のコーナー、これも堀米の左足、宇佐美へ、まだ50のボール、コントロール小島、のしかかってきました。メキシコの15番ギジェルモ・マドリガル、この人は1メートル80センチ台と長身です。高木よく残した。高木義明、宇佐美、シュートは、今度こそ仕留めたかと思われた宇佐美貴史のシュート。私たちも今手元のスロー映像のモニターテレビをじっと見ているわけですが、いかがですか山口さん、今のシュート。いや今ね、まあ、もちろんシュートもいいですけど、その前のこの柴崎ですよね、はいはい、宇佐美を追い越していった、その一瞬のそのマークのズレをね、はい、うまいこと利用しましたから、まあいった動きでしょうね。ボールのないところのフリーランも実は大事だったりするという、はい、まさにそこに今山口さんの着目をなさいました。かなりメキシコね、ディフェンスラインかなりこう人数もかけてしぶとくきますから、はい、そこを剥がさないといけないですから、そのボール持ってるそのボールホルダーだけじゃなくて、その周りの選手のどれだけ絡めるかっていうのが非常に重要になってきますね。もちろんその一歩二歩というのはとてつもなく大変なはずです、はい、だけどそれをやらないと勝てないと。その意味では今の柴崎岳のフリーランといいましょうか、地味なところでの働き、一つ山口さんからお褒めの言葉があったところです。ただフィニッシュの宇佐美のシュートだけがあと一歩入りませんでした。惜しいシュートはね、この大会でもフリーキックしかり、ロングシュートしかり、チャンスはあるんですが、まだ宇佐美自体のゴールはこの大会ではありません。杉本からちょっと苦し紛れで出さされたボールになりました。堀米には通りませんでした。27分30秒0対0日本、引き分けでもダメです。日本は勝たないとグループステージからベスト16への突破はなりません。同時進行のスイス対ブラジルはスイス先制の方が入ってきました。グループステージ、グループリーグの3戦目は例によって不正防止などのために別会場で同時進行、これはもう基本ルールです。ですから同時進行の別会場の情報も入り次第随時お伝えしてまいります。山口さん、こういう大会勝ち抜けるのは当然運だって大事なわけですね。もちろんそうですね、メキシコはホセルイス・ゴンサレス監督が声を出します。決して激しいアクションはいたしません。その意味ではブラジルの監督さんはかなり激しいアクションで知られるわけですが、さぞ今頃あちらの会場の方では相当オーバーアクションになっているはずです。まさかブラジルが今日もビハインドという状況でも、それは日本には逆に追い風です。こちらがホセルイス・ゴンサレス・シーナ監督、トップフル代表のコーチもなさっています。さて小島、今日センターは高野浩二です。最終ラインのキャプテンアルバレスのヘッド、イバニアス前で長身のマドリガルです。高木がコントロール仕掛けたところですが、ホイッスルが鳴ります。これでも日本ボールにしてくれるんだったらば流してくれてよかったはずですが、そうなんですよね。今日の主審はフランス人40歳のステファン・ラノワさんです。小島シュートです。堀米、今は柴崎からでした。宇佐美には通らず、逆に宇佐美には当然狙われている。
カンポス、カンポス、カンポス。シュートかつけるパスか、中途半端なボールになって日本としては助かりました。さあ高木義明、父譲りのハートとスピード。杉本健雄、迷っている糸間はない。宇佐美、2つ決定的なミドルレンジのシュートが宇佐美隆にありました。これは枠には飛ばしきれませんでした。この宇佐美の判断というのは山口さんはどうご覧になりましたか。いや、なんかこうやはりね、まだ無得点というね、その結果が出てますから、やはりそのなんとか自分が入れたいというその気持ちは感じますよね。はい、だからあとはゲームの流れに応じてその流行る気持ちを抑えなきゃいけないところも先々出てくるのかもしれませんし、これはもう本当に微妙な、ね、ところがあるかと思いますが、はい、そうでしょうね。宇佐美は2つミドルでシュート、自ら打つという判断をいたしました。杉本に対してキャプテンマーク、センターバックのアルバレスが出てきてプレッシャーをかけます。こういうちょっとしたところから急にメキシコはスピードアップをいたします。コロナード、ポトシトが厄介。ここはよく投げ出した岡本の対応です。またコロナード、コロナード上げた、危ない危ない。この7番のアブラハム・コロナード、国内のやはりここも強豪グアダラハラのプレーヤー。初戦はサイドバックをしていました、右のサイドバック。そしてこの間のブラジルに勝った2戦目に続いて今日もサイドハーフ、右の外でのプレーです。キーパー渡辺康弘、左利きです。宇佐美がターンをしようとしましたが、どうしてもアルバレスとレジェス。山口さん、センターバックは屈強なんですね、はい、メキシコ。そうですね、非常に中央は硬いですよね。18番のレジェスが1m88という公式データです。日本ボール、ん、逆か。ちょっと主審のラノアさんが紛らわしいジェスチャーをなさいました。およそ2万4000人近く収容のテスリンクバルグンスタジアムです。さあメキシコ、急にストライダーが大きくなってきます。抜ける、危ない、シュートはキーパー、助かった日本。ただ山口さん、はい、この一連のプレー、先ほど来ちょっと日本受けているように見えてならないですが、ここも2人行ってしまいましたもんね、はいはい、1人に対してね、今ここはサイドバックの松原とそれからキャプテン、センターバックの内田、2人が結果論で言うと混乱をしてしまいました。あとですから全体にまたそのスイス戦の後半で見てしまった、見えたようなああいうその受けてしまうリアクション型のね、そうですね、はい、流れになってきていくわけですけれども、ここは何としてもしのいでマイペースに持っていかなくては日本。とにかく繰り返し申し上げますが、日本は勝って初めてチャンスが広がる、まだ勝ち点ゼロの日本です。宇佐美もここディフェンスチェーシングを行きます。ここも本当なら行きたいところ。センターのアルバレス、イバニェス、コロナード、奪った日本、岡本です。岡本、ここはイバニェス、まだあるか。イバニェスに岡本、まだ諦めない、まだ諦めない。諦めないのは相手も一緒です。メキシコボール、諦めなかった一人、イバネスのスローインです。ただ日本高い位置で奪えれば一気にチャンスが広がるはずです。杉本、柴崎倒されましたがノーホイッスル、小島が残します。前を向いて堀米から宇佐美、宇佐美右が来ている。さあチャンス、堀米、ハンドがあったか。松原の上がり、最後堀米、ゴールエリア際どい勝負になりました。ご覧いただきます。これ
ね、宇佐美からいいボール入りましたけど、ダイレクトのプレーの連続になりました。宇佐美がまた あれを通すんですからね。ですね、まあ、ただね、僕は宇佐美のまあポテンシャル非常に高くて、はい、評価してるんですけれども、はい、もう一つ上に行くにはやはりあそこ出した後自らゴール前入っていってほしいんですよね。出してそこで見てるんじゃなくて、はい、出した後のワンアクションがないと、ね、はあ、そうすると相手ももっとこうスクランブル混乱が、いや、もっと怖いと思いますよね。そうかそうか、うまいプレイヤーなだけでは世界のトップではこうなかなかやりきれないと言われますけど、もうあそこの力とも十分もあるっていうのはね、証明されてると思うんですよね。センスは間違いないわけですから、そうなるとうまいから怖いプレイヤーになっていくために、非常に怖いと思うんですよね。なるほどね。まあ、その前あの、まあ、ミドルシュート2つね、はい、いいシュート打ちましたから、あれがそのメキシコに対してどういうふうに、まあ、恐怖感を与えているか、まあ、やはりあのわずかなシュートだったんでね、はい、かなり怖さは出てると思うんで、まあ、その上をまた行くにはあそこの、まあ、密集地帯に入っていくということもね、非常に重要になってくると思いますよね。でより確率の高いところで宇佐美がプレーをもしもっとできたらば、はい、得点の確率もこれおのずと上がるわけですから。いや、そうなんですよね、やはり相手にとってもね、やはり宇佐美という選手はね、非常に怖い、非常に注目している選手だと思うんですよね。それだけマークも厳しいですし、まあ、その上を行ってほしいですね。そうすれば世界中のこれ多分やはりユースのアンダーセブンティーン17歳以下の大会ですから、世界中のさまざまな形のスカウトですとか代理人ですとかクラブ関係者ですとか、いろんな人たちが世界中の熱視線を注いでいるわけです。もちろん現在ガンバのトップチームと契約をしている宇佐美貴史ではありますけれども、さまざまな形でチャンスは広がるはずです。思えば宇佐美、その公式戦最初が戦列でしたもんね。アジアチャンピオンズリーグにいきなり出てきてるよね。そしてもともとユースでは飛び級の形でさまざまな形で早くからその名が轟いていた宇佐美貴史です。ともかく日本は再三ご紹介している通り、勝たなくてはチャンスが広がらない。ただ逆に言えば先ほど途中経過をお伝えした通り、同時進行のゲームブラジルがビハインド、したがって日本は1点取れば2位で通過が今日決められます。だから再三山口さんにも伺ってますが、チャンスといえばチャンスなんですね、このゲーム日本は、はい。さあ、テレビご覧の皆さんもぜひ若い選手たちにオーラを、エールを送っていただきたいと思います。パワーを。37分経過0対0、日が落ちても蒸し暑さが残るラゴスのテスリムバロブンスタジアムです。堀米、さあ宇佐美、堀米、これはどうした、ゴールキックに変わります。柴崎岳です。柴崎は3戦連続の出場です。まさに中軸のプレイヤーとしてのその期待の表れと言えると思いますが、こちらベンチ一番手前側、柱に寄りかかって今ご覧になって、今ちょっとかがんだ方、ひげの方がこちら池内豊監督です。山橋コーチ、ナビラキーパーコーチはじめスタッフがこの厳しいナイジェリアの環境のもと、若い選手たちにどれだけいいコンディションでプレーをさせるか、さまざまな取り組みをなさってきました。なかなか選手たちもこれ状況が状況ですので、外出をして散歩をしたり買い物に行ったりという自由はなかなかないようです。宇佐美、ただそういうことも想定して事前にブルキナファソでの合宿も経験させて、選手たちにそのまあ経験を積ませてこの大会に備えてもらったという、そういう取り組みをしてきた日本のこの代表です。ちょっとのズレが相手に拾われます。器用なメキシコです。柴崎、小島、高木、あと一歩宇佐美へ通らず、しかし杉本判断が問われる。堀米中に寄せてシュートは左利きの堀米です。シュートチャンス自体は多いんですがね。そうですね、ただこのペナルティーラインの外からですね、なかなかやっぱりその前に入らせてくれないですね、硬いですねメキシコね。ただこの壁を乗り越えないと、はい、まあ、勝利は見えてこないでしょうね。それをどう崩すのか。カンポス、攻めさせたら器用です。スルーパスには鋭い飛び出し渡辺です。そしてすぐ投げて前線のプレーヤー高木、ホイッスル、
高木さん兄弟の次男高木義明です。お兄さんはベルディのトップチームでもデビューを果たしています。宇佐美へ通るか、中は屈強。さあここから松原のシュート、アジアの予選に当たる大会は経験していない比較的新鋭の93年2月生まれ松原健です。40分経過0対0、ゲームは90分間です。今日で終わりか、それとも世界の頂点に一歩歩みを進めることが叶うのか。日本プラチナ世代と呼ばれます。大変に期待の高い17歳以下日本代表です。先日までエジプトで行われた20歳以下のアンダー20のワールドカップに今大会は日本は出場が叶いませんでした。その意味でも一世代下、この17歳以下の日本代表に対する期待は大変高いものがあります。なんとかベラがコントロール、カンポスに渡ります。こちらも精度が高いメキシコです。宇佐美が寄せる、松原も寄せる、ポルデロが出す、マニョンがコントロール。ここでようやく小島、高木、杉本が前線、柴崎、杉本、エリアにはまだ誰もいません。堀米、宇佐美が張っている、堀米シュートか、スルーパスだ、宇佐美。いやでもいいですよね。はい、今は宇佐美が張って堀米がシュートをすると見せかけておいてちょっと迷ったんですが、はい、 でもスルーパス、あれ自体はじゃあ悪くなかったと。いいと思いますよね。そうですか。さあ前半も残り時間が少なくなってきました。差し当たりは山口さん、攻めつつもゼロでは抑えておきたいところでしょうか。もちろんそうですね。あの一瞬の隙を、ね、はい、逃さないですからね、メキシコはね。はい、そうですね。本当にこうスパッと切れる一瞬の隙をつく切れ味がありそうなチームと見えます。何しろ3日前にはブラジルを下しています。思えば2大会前、4年前、2005年の決勝戦の時と同じ顔合わせでした。ただメキシコもメキシコで、前々回は優勝ですが、前回日本も出場した韓国でのこの17歳以下のワールドカップはメキシコは北中米カリブの予選を突破できなかったんですね。今回は北中米カリブの予選は4月にメキシコ地元開催で行われました。ただグループリーグ参戦終わったところで、皆様もまだご記憶に新しい例の新型インフルエンザ騒ぎの影響で大会続行ができなくなって、そこで打ち切りになってしまったという、そういう苦しい目にもメキシコの選手たちはあっています。マドリガル、サイドバックのイバニスです。コロナード、ここはカットした、小島から宇佐美、その一歩が出れば取れる。ただ相手の予想もそれだけ早いということもあるんでしょうが、あの厳しく言ってますよね。キーパーは今日は神田がベンチに回って、渡辺康君にチャンスが巡ってきました。小島シュート、堀米がかなり中央です。高木義明、高木勝負、ただこのイバネスがなかなか抜かせない。長身のマドリガル、岡本から今日は高野がセンターバックに入っています。ベルディユース、松原、あっとパスミス、カンポス、バスルト、マドリガル、コロナード、ここはとにかくしぶとく集中。小島、さあ前線、裏を通るか、宇佐美、あと一歩。ただこれで相手のラインを押し下げることには成功しました。苦しい時にこそ進化が問われます。堀米、杉本、返しが小さい。ただまだ日本のポゼッションです。岡本つないで、堀米、宇佐美、うーっと小島頑張ります。松原も足を出す、松原、柴崎、松原のファウルを取られてしまいました。
って前、山口さん、ちょっと強引なまでの突破を図ろうとしたシーン、はい、あれはどうご覧になりましたか。いや、まあ、いいと思いますね。一つはね、はい、その前に割と日本はね、ミドルシュートの数が多かったですからね、はいはい、まあ、この辺りはその前でまあ、ドリブル突破であったりスルーパスを狙うというのはいいと思いますけどね。あとはあまり簡単に失ってしまうとスイス戦の二の舞になってしまいますから、まあ、そうですね、はい、その辺だけでしょうか。その辺りのこの、はい、まあ、緩急といいますかね、そこをうまくこうつけながら崩していくと、はい、まさにその判断の部分が大会の中でもっと伸びてきたらポテンシャルは十分にある日本の若き選手たちです。ロスタイムは1分表示です。前半0対0、長いホイッスルは日本ボールのフリーキックに変わります。いや、でも今ね、そのまま流してほしいですけど ね、 そうなんですね。今日は ラノバ主審はあまり流してくれません。宇佐美から杉本、堀米は中央に陣を取っています。そして松原が上がってきている。さあ松原グラウンダー、杉本の飛び込みにあと一歩ありませんでした。右サイドバック松原健です。今のがタイミングだったら面白いですけど ね、 ね、だからあとはそれがいつ合うか。しかし残されているのは45分、その間にとにかく引き分けでもダメという日本のシチュエーションです。ただ勝ちさえすれば同時進行のゲーム、ブラジルが今のところ負けていますので2位抜けができるという、そんな運も向いているはず。前半終了のホイッスルです。山口さん、前半45分間の総括改めてお願いします。いや、本当に予想通り厳しい、しびれるようなゲーム展開ですから、まあ、非常に後半も楽しみですね。はい、後半に向けてポイントになりそうなところというと、例えばどのあたりになるんでしょうか。まあ、やはりどこでスピードアップをするのか、はい、いや非常にやっぱり中盤はですね、小島そして柴崎とこの2人を中心にボールよく動いてますから、やはりその最後のアタックの部分ですね、やはり宇佐美、まあ、そして杉本がね、どういったところで前向けるかっていうのは非常にキーになってきますよね。あとは今日はまたベンチスタートの宮吉しかり、はい、あとこの間のゲームでは最後の方出てきた宮市あたりもね、個性持ってますので、そういったまあ総力戦になってくるでしょうね。とにかくチームでとにかく勝つんだという、これを勝てば次へ広がります。山口元博さんの解説でお伝えしています。日本対メキシコは0対0で前半終了です。Football is the world's favourite sport, enjoyed by millions of people around the globe. But many of them don't have access to public health or education. With the official campaign of the 2010 FIFA World Cup, FIFA and Street Football World will give hope to young people across Africa by providing them with 20 centres for football, public health and education.お伝えしています FIFA Under-17 ワールドカップナイジェリア2009、グループ B 日本対メキシコ、前半の45分、日本数多くのチャンスを作りましたけれども、あと一歩、前半は0対0のまま折り返す形となりました。この後一旦お知らせを挟みまして、前半をハイライトで振り返ります。サオリの地位ですけども、ね、今回ね、別に怪しい話じゃないんだけど、ちょっとだけ、耳の方をね風向く。ハネルの扉、今仕事中なのか。大人気バラエティーハネルの扉をフジテレビ2にて放送。言うだろうが痛い最近。さらに番組前にはメンバーが出演する CS オリジナルのミニコーナーもお届け。ハネルの扉、ご覧の時間に放送。おしゃれ武道館満員じゃん。